皆さんにお越しいただいております。改めて紹介させていただきます。こちらは明治35年に発足で、現在20代から60代までの23名が日々練習を重ね、各地区にあります神社の奉納の舞とか、地方公演、さらに各種イベントで披露して、残りにても非常に好評だということなんですね。でこれまで国民文化祭香川大会、東京都目黒区民祭り、ハワイですよ、ホノルルフェスティバルなど県外での公演にも積極的に出演していらっしゃいます。この度は大分県の庄内神楽を代表して出演だということです。皆さんぜひ、せっかく春丸お越しなんで熱い声援をお願いしたいと思います。お願いします。今日演じていただきますのは、オロチ退治という演目なんです。はい、私たちにとってはヤマタノオロチという演目で、ね、親しまれているかと思うんですけど、大分のあたりではオロチ退治という演目で親しまれています。簡単に内容をご紹介しますね。高間ヶ原を追放された佐野の御事が出雲の国日の川の上流でヤマタノオロチを退治して、櫛井奈々姫を助け、八重雲を切り払い、新居の宮に八重垣を作るというものです。登場人物などにはそれぞれ意味があるということで、櫛井奈々姫に付き添っている足なづち手なづちは足や手となってという働きを意味して、櫛井奈々姫の櫛は神秘力、すなわち魔除けを、また稲田姫は水田を生み出す意味と言われています。庄内神楽を代表する演目で、勇壮な舞をご覧いただきます。さあ、それでは皆さん、お待たせいたしました。たっぷり楽しんでいただきましょう。竹の中神楽座でオロチ退治です。お願いします。
思わなり。
Thank you.
Thank you.
つやつもややきつまめややきつくる